米国人の4割、原発事故より第3次世界大戦を懸念。東日本大震災による福島第一原発事故を背景に、原発事故に対する懸念が世界的に高まる中、米国人の4割近くが原発事故よりも第3次世界大戦の勃発を心配していることが、新たに発表された調査結果で明らかになった。それによると、第3次世界大戦の勃発を心配していると答えた人の割合は、約 40%。 一方、原発事故を懸念していると答えた人は 28% だったそうです。すごいことだね。アメリカって、ね、まあ、逆に原発がすごく身近にあるので、はい、アメリカの場合って割と生活に密着した場所にあったりするんで、だからわりかしその安全だという神話がある程度来ているのかなという気は、はいはい、逆に言うと第三次世界大戦を本気で心配してるかって言ったらそれほどは心配してないと思うけどね。まあ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 、まあ、そうだね、戦争として考えればっていう意味合いだと思うから戦争に関しては懸念があるというふうに考えた方がいいのかもしれないけれど、だって前なんだっけな、その核軍縮の話とかをしているときに、はい、まだプーチン大統領だった頃かの時に、そんな今後核ミサイルとかを使うような戦争が起こらないってことは口に出さないだけでみんな分かってることじゃないのっていうふうに、そのもう戦争の形が明らかにもうこの数年で変わったっていう、国と国が戦争するのではなくて、ほとんど警察とみたいな、要は軍隊っていうのが警察みたいな役割をする、国際的にどでかい戦争的な犯罪を犯す集団がいるとして、それを取り締まるためのもう軍隊になってて、国同士がなんか争うような戦争っていうのはもうそんなに起きなくなってきてますよね。しかも核を使うような戦争っていうのは、でそれをでもそうだよねっていうふうに言っちゃうと核の抑止力がなくなってしまうから言わないだけなんじゃないんですかっていうのをあれに言ったセリフがあるんだけれど、まあそういったところがあるんだなっていう。でもその世界のニュース自体にやっぱり東日本大震災っていうか、そうですね、そういう言葉が多々出てくるようになってるね、はい、まあ、そうですね、いろんなニュースの中にも日本が世界のニュースにガンガン上がってきてるっていうところは感じるけれども、はい、昨日のその10万年後の安全の話ここですればよかった考えてみればしまったな。ああ、そうですね、うん。そうなんですよ。10万年後の人類にね、核廃棄物の、危険さをどうやって伝えるかっていうのを昨日話したんですけど、はい、もう大概話してしまったんで、あとの見どころといったら、監督が出てくるんだけどさ、監督が、もう本当に監督がいろいろとドキュメンタリー的にインタビューしながら作った映画だったりするんで、で、監督がね、その、なんだっけな、その地下の、その安置されてるところ、はい、その、核廃棄物とかが、そこでシュボッとマッチを吸って、そのマッチの明かりの中で喋り続けるんだけど、それが延々喋るから、よく熱くねえなって。そこがまあ見どころかなとは。そこもうじーってやってると、ちょっとずつこうずらしてくんで、手をこうやってマッチが少しずつずらして、かなりここら辺まで燃えてくるんで、よいしょっと喋って平然とした顔しながら少しずつこう手を。ちなみに言うと、その、ボリューム、仁義なきじゃないや、元帥のいない日、4月にやった。はい、元帥のいない日の中でも、当初の、一番最初の昔やった作品の中では、はい、ライターでラビを、つけるっていうシーンがあるんだよ。全員に、ものすごい、なんていうかな、ライターのガスがものすごく出る状態にしといて、はい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 、それをパパパパパパパッとつけていくんだよね。っていうシーンがあって、ものすごい、火柱が立つわけですよ。はい、うおっと、はい、でつける元帥って一番長いわけだ、はい。一番最初につけてからみんなにつけて、最後ろうそくにつけて、それを吹き消して終わるっていう、はいはいはい、いう感じだったんだけど、はい、その時にさ、もうガスが液体でバシュッバシュッと出てるのがわかるのね。燃えながら、はいはい、ポン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 飛んでて、でこの手袋してるじゃない、はい、白い手袋。白い手袋のこの辺りがね、燃えてくんだよ。わかるかな、舞台の上だから、これがまた舞台の上のアドレナリンっていうんですかね。はい、はい。熱くはないんだよ、あんまり。おー。いや、熱いんだぜ。いや、そうですね。熱いんだけど、我慢はできるんだけど、はい、明らかに目の前で自分の手が燃えてってる。あれはきつかったな。で、今回やるかどうかって思ったんだけど、いや、まあ、やめとこうって。
もともとラビの使用はやめときましょうっていうところで、いやそんなことがございました。あ、そんな4月の読めてなかったやつ読んどこうかな。もうあさちょうどあというわけで、あのどんどんやってみようも無事終了いたしまして、はい、皆さんのお便りがあの、まあ、いっぱいその感想のお便り来ているんですけれども、その感想のお便り読む前に4月の感想のお便りを読んでおこうかななんていうふうに思っております。はい、琥珀さんから、はい、4月の式典お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ますやっと5月の式典も終わりました。はい、来週、夜桜学園祭が、今週か、今週土曜日にもございます。はい、日曜日か日曜日にもございますので。初めて式典に参加させていただき、第14帝国の面白さを存分に味合わせていただきました。正直な話、これほど楽しめる舞台だとは全く知りませんでした。ありがとうございます。これ5月21日の前に読んどくべきだったね。ね。確かに。次に何が起こるのか、次はどんなネタが飛んでくるのか、ワクワクしながら見ていました。元帥のシナリオは某教育番組を見ていたので、知ってはいましたが、子供の星の話とか、サーカスの話とか、元帥の作った舞台は別格に面白かったです。ありがとうございます。ちなみに子供の星の話は僕が作った話ではないんだけど、サーカスの話は僕が作ってます。僕が書いたやつです。子供の星の話はあれね、ワルサタクラームっていうので出てきた、出演したやつで。式典の印象に残ったところといえば、八尾大将、パンダ元帥、猫の大佐でしょうか。うん、なるほど。じゃあ今後のリストラの時の参考にさせていただきます。八尾大将とパンダ元帥、猫の大佐が印象に残ったと。はい、はい、そうですね。あれだけフューチャーされつつ印象に残らなかったマジマ大佐が、ちょあれだけ出てきながら印象に残らなかったマジマ大佐がそうか、じゃあ何やっても無理なんじゃねえかなって。あれれれれれれ八尾大将は僕でも知っている超有名声優さんで、有名キャラクター山ほどやっていただき興奮隠せないほどでした。猫の大佐、パンダ元帥、あの可愛さにはかなうものはいないでしょう。特に荒木翔がやられたパンダ元帥はとてつもなく可愛かったです。あの声は反則です。やっぱ次元で良かったってことだ。そうですね。また次回の式典参加する予定になってますので、5月の式典楽しみにしています。というわけで、今4月分読みましたから、ギリギリ読みましたんで、また5月分も、よろしくお願いいたしますと、はい、そうなんだよ。あのね、なるべくその皆さんのメールを、はい、平たく読んでいこうとは思ってるんですけど、たくさん送っていただけるのがありがたいことなので、たくさん送っていただいて、バランスよく読んでいこうと思うと、結構飛ばされてるネタって多いんだよね。ネタはいいんだけれど、はい、あんまり同じ人になってしまってはなっていうところで、それでも結構偏ったりするのがこのメールの面白いところで、インスピレーションでパッと選ばれると、おっと、かぶったっていう感じで、これおかしなものでね、でこれいつか読もうと思ってたメールとかっていうのが、はい、なかなか日の目見なかったりするものなんだよね。あ、まああんまりメール読んでって喋る時間がなくなるのも良くないしと思いながら、なるべくこううまくさばいてるつもりなんですけれどもまあでもある意味一段落つきまして、5月21日終わって、はい、やっと次6月ですか、6月末だから、はい、ちょっとだけ空く、いやそんなことないんだ、今言った通り5月29日ございますので、はい、なかなか休む暇ありませんから。そうですね、まあでもいいんじゃないですか、ちょっとガン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 やっていって、はい、逆にこの日刊元帥自体も、はい、いろんな企画を、まあ、今いっぱいたくさんこの先日のアンケートでも、先日の市民報告書でも皆さんに書いていただいた新しい日刊元帥での企画なんかも、この中で実現してやっていけたら面白いなと思いますので、でね、うん、まだちょっと今、キネマクラブから運んでる最中なんで、ここには届いてないんです、ええ。我々はもうすぐ今、キネマクラブから来てるんですけれども、そうですね、キネマクラブから別便で今来てるんで、そのうちとあと数日で届くと思います。あ、はい、皆さんの感想とともに、ともにいろんなネタが届くと思いますんで、そしたら、それをその中で実現可能なものを、マーシーが何かを食べたりとか、マーシーが何かを口に含んだりとか、マーシーが何かを飲み込んだりっていうような、そういうのは多分簡単にできるんじゃないかななんていうふうに思っておりますので、皆さんに言われると、なんか前ふっとなんか君結構カレー好きなんだって。そうですね、だいぶ好きですね
毎食カレーでもいいらしいです、ね。そうですね。毎食カレーでもいいってブログに書きましたね。あ、だから、そのマーシーに、カレー立ちをさせるのは、ちょっとかわいそうなのではないかと思った皆さんがいましたら、僕が、それならカレー立ちよりもそっちの方がいいだろうと。あ、それならカレー立ちよりそっちの方がいいやって思えるものがあればカレー立ちはやめてもいいですよ。そう、本当ですか、うん、それは皆さんが、多分、優しい皆さんが、150倍辛いやつとか、そういうやつ持ってきていただけるんで、それならカレー立ちをわざわざしなくても、そっちでいいよっていうふうに、僕が思うものがあったら、それをやっていこうじゃありませんか。そうですね。はい、夢は広がってまいります。はい、皆さんご来場どうもありがとうございました。お相手は元帥こと楠本修正と、マーシーこと真島新でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。